ピドルギ号は、韓国国鉄に、かつて存在した列車の種別、各駅停車に相当。ピドルギとは平和の象徴、鳩の意。1963年の鉄道庁発足からは、ポトンであったが、1983年に解消された。トンイル号からの格下げ客車のほか、日本時代からの軽量客車を使用したりと、設備は、当初から全体的に老朽化していた。 車両の色は白地に灰色と黄色の帯。かつては青地に白帯で、緑一色だったこともある。90年代には、トンイル号への格上げが推し進められた。末期は、カンボンドの旗前線のみでの運行となり、2000年11月14日付で、廃止された。ピドルギ号に使われた機動車1961年から、ソウル周辺で、日本から、 優勝援助された機動車159両を使用した列車を運行した。これらの機動車は1974年以降の首都圏電鉄拡充により地方線区へ移転したが49両が事故廃車となりうち8両は火災事故であった。また、動力車不足のために機動車2両の間に客車3両を付随車として挟むなどの運用を行った。 20両はエンジンを撤去され不随者となっていた。これら日本製機動車は1997年初頭に全廃された。ありがとうございます。